フェリス女学院大学は、神奈川県横浜市泉区緑園45-3に、本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された。大学の略称はフェリス。フェリス女学院大学1870年、アメリカ改革派協会の宣教師メアリー・イーキダーが、ヘボンセ領所で、女子を対象に、英語の授業を開始した。これが女子校として最も古い歴史を持つ、 フェリス女学院の発祥とされる。1875年、アメリカ改革派協会外国連動局総主事であった、フェリス府市の支援によって、横浜、山手178番に、校舎、寄宿舎が落成、フェリスセミナリーと名付けられ、フェリス女学院中学校、高等学校の元ととなった。その後1947年に、専門学校を設置し、 これを1950年に、フェリス女学院短期大学に、開祖、1965年に4年生の女子大学が、誕生した。モットーは、For Others。他者のためにという意味で、新約聖書のフィリピンの信徒への手紙中、Do not merely look out for your own, personal interests, but also for the interests of others, に由来する。国内、学術交流東京帝国国際。 学術交流東京抵抗、ありがとうございます。